ピセラ TV。 ではデコルテのところをやっていこうと思います。はい、はい、魂こういう感じ。うん、うん、じゃあ最初から入って、うん、まあオイルをなんか警察よりは強め、銃殺まで行き過ぎないみたいな感じで塗って、で自家製のところで、なんか別にオイルすごい塗ってるわけじゃなくて少し通ったって感じですかね、指ね。で2回目2往復したら、ここから4仕事滑り込ませて、ちょっと中指立ってながら、ここで肩から首のカーブ変わってくるんで、ちょっとそこのつなぎ気をつけながら点中っていう感じでやって、まずそれからいってみましょうか。はい、結構ヌルヌルしてますなんか多分普段やってる感じかもしれない。結構アロマのベースというか、うん、で自家線一回いきましょうか。指先自家線止めて、で今度もう一回、で今度肩の後ろに4種を入れて、うん、で指のつなぎ気をつけながら中指、うん、うん、いい感じだと思います。どれやる？何やったんですか？両脊筋のとこの、あの右肩が辛いんで、うんうんうん、じゃあ入れるのやりましょうか。はい、それが映ってる、大丈夫ですか？多分こっちからね、映ってる。でこう普通に入れて、肩甲骨の内側あるじゃないですか、ない、この内縁のところを、で両脊筋がここにあるじゃないですか、そこを三指の指先引っ掛けてほぐして、こう持ってきたり、超えるまで肩甲骨を超えるような感じでゴリゴリ言わせるのと、あとは今度はこうですね、こういって内縁を上に向かって流すって感じができるので、あのこう行くのと、でこれが男の人がちょっと重めなんで、あのあんまり移動できないから今三指だけで、ね、で今ちょっとどちらかというと人差し指中心でこういう感じでやるっていうのと、まあ、上に持ってくって言ったら少しこうなんですけど、多分男の人やるときはちょっと辛いかも、それは、うん、もうこっち持ってきちゃった方が楽かも、はい、まあ、こうやったら持ち上げながら自分の手をまず下まで入れて、よいしょ、失礼します。今楽なぐらいかがむか、膝立ちかがいいの、うん、ゴリッとこういう感じ、ゴリッと入れてる、うん、分からない、両脊筋まで行ってます、ね、うん、てる、うん、指を立ててる、もっと立てなきゃだね、うん、あ、そうだね、うん、あ、そうだね、そうそう、スタグリグリ入れる、結構重いね、重いですこの辺まで行っちゃっていい、うん、結構超えるような感じで、うん、超えるし、もう結構ここになったらこういう向きだけどね、うん、あ、ここ自分の手がちょっと楽な方向の動かし方のがここはいいと思います。肩こりなわけですよ、うん編集ゴリ、うん、だから小脚筋とかぐるぐるやってほしいよね今あ、これ痛いですね、親指刺さっちゃって、うんうん、大丈夫、うん、やっぱグリッとかなると気持ちいい、うん、ね、ゴリってね、そうそうそう、これ気持ちいいんです、そうそう、痛がりの人だとね、ちょっとこれがダメって人もいるかもしれないけど、でも割と一指じゃないから、ね、うん、三指だから面が当たる面が広い分、割と柔らかいほぐしかも、どうですか、うん、まあ、上のとこ気持ちはそこ無理って言うじゃん、わかりますよね、みんなあの、うん、肩甲骨上角のとこのさ、角張ってるとこをグリッとすると気持ちいいの、筋トレみたい整体でもやろうんじゃないですか、うん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 、じゃあこれをまた鍛錬して練習してやっていくという感じでいいでしょうか、うん、はい、じゃあ足つぼ、うん、うん、あ、じゃあまたねだけ取っとくここで、はい、というわけでアロマトリートメントの、練習講座でした。またね、はい、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。